ハヤトの野望チャンネルへようこそ。自分だけのオリジナルアイドルを育てるゲーム、ミリオン更新曲、今日もプレイしていきましょう。前回ついに最初のアイドルであるニャンが引退して、赤花のサンタ子にね、後を引き継がせました。で、その後ですね、結構育成期間かかりそうだったんで、裏で育成をしておきました。現在の能力値、このようになっております。じゃん。なんと、ダンス300いきました。これな、萌え萌えのランクが上がったことでダンスもどうやら上がったようなんだけど、ここまで来ました。というわけで今日はね、この子を育てていきましょう。まず最初にレコード会社で移籍しようと思います。今、秋葉原アド社なんだけど、まだこう東芝 EMI とね、ABEX 残ってるんで、まあ、まずはここから行ってみるか。老舗で業界でも最大手、所属は至難の業。さあ、果たしていけるか？ここちなみにニャンは落ちました。さあ、頼むぞ！ボタン押してくれ！なんか右端にベートーベンみたいにいるけど。頼む！頼む！よし！オッケー！あ、結構ギリだな、でもこれでも。合格おめでとう！君のような人材を探していた。あ、これ専務か。これで CD 売れやすくなるのかな？早速 CD 出してみようか。何の曲出そうかな？食べ物の曲、行ってみるか。目指す道とテーマの相性がいい。萌え萌えと食べ物相性いいって本当？ちなみにですね、裏で進めていた間の CD の売り上げ、こんな感じになってます。じゃん。まあなんかそんなに上がらず下がらずみたいな感じです。前回の最後ね、やったぜが売れたんですが、その後、次の曲がね、本当に売れませんでした。鼻持ちならない歌。びっくりするぐらい売れませんでした。そこからですね、鼻つまみものの歌。のっぴきならない歌などで、ちょっと売り上げを回復し、で、裏でやってた作業に疲れてきて、作業疲れたっていう曲作ったら、売り上げの伸びがピタッと止まっちゃったんで、お願い売れてっていうお菓子の歌歌いました。で、そこから曲名をついに思いつかなくなり、思いつかない。雨降ってたんでね、最近雨が多い。で、エアコンがちょっと寒かったんで、エアコン効きすぎ。まあ、こんな曲を出しております。まあでも、86万枚、ニャンの半分ぐらいはね、もう売れるようになりました。なんとかやってはいけそうだね、これなら。はい、レコーディング。相性がいいって言ってたね。あ、すごい !9 連打してるじゃん。相性いいとこうなるのか。さすがに100はいかないか、まだ。はい、14作目の曲は完成しました。タイトル候補は、白米の夢。食べ物の歌だからか。食べ物っぽい曲に変えるか。はい、できました。新曲のタイトルは、団子30人兄弟です。だいぶ食べ応えがありそうだね。決定。お、称号レベルアップ来ました。はい。これで、萌え萌え、カンストかな？赤菜のサンタ子が萌え萌えの道をついに極めました。萌え萌え曲。そう、萌え萌えついに極めてしまったな。どうしよう。極めたら極めたで、また道変えてもいいんだよな。だいぶいろんなステータスが下がってしまうけど、ちょっと、ダンスの天才、なってみるか。はい。ダンスの天才になった瞬間に称号レベルアップしました。まあ、今まで稼いできたポイントがあるからな。ちなみに全部の道を極めたら、どんどんね、隠しの道が出てくるらしいんだよね。準備体操の達人ってなんだよ。だからフォークの方でも上がるのかな、これ。どうなんだろう、ね。フォークの神様への道。頑張るぞ！あ、こっちもすでにランク2ぐらいではあるんだね。どうしようかな。萌え萌えのままでも構わないっちゃ構わないんだけど、路上の詩人。まあ、せっかくだからフォークの神様極めてみるか。はい、団子30人兄弟。売れたかな ?36 万枚。2位か。ついに2位まで来ましたね、でも。いいよ。レッスンで伸びたりしないかな、意外と。もう伸びないのか。ああ、もうダメだね、やっぱり。もう完全に才能を頭打ちになってしまった。ニャンと一緒だね。ひたすら鍛えたからな。くそ、気力があるのにやることがない。お、オーラ出た。ちっと。レコーディングに使ってみるか、オーラ、たまには。うわ、すっごいポイント出た。久々に使うとすごいな、これ。あっさり130超えました。無敵すぎ。はい、恋人の曲。タイトルは？はい、タイトルは、実は三股してます、です。恋愛禁止どころか、実は三股してる、ごめんなさいねっていう、ファンに対しての謝罪の曲になります。まあ、謝罪会見とか結構する芸能人多いと思うんだけど、歌詞はやっぱり歌で語らないとな。発売決定。これびっくりするぞ、ファンも。さんまたかけられてる奴らもびっくりする。みんなびっくりする。お、ミスターフォークマンになりました。はい、いいね。さあ、それでも曲は順調に売れていってる。お！
50万枚来た、初週これ1位だよ多分。はい、わあ、ついに3タコ1位取れるようになりました。やったぜ。長かったなこれまで。よし、ライブだ。今ライブやったら刺される大丈夫かよ今日の鳥の曲は実は3股してますです。はい、テーマが会場とマッチしてますって。どんな会場なんだよおかしいだろ。来るぞ来るぞ、実は3股してますキャーゲーゲーって言ってるやついたあ、すげーの巣が隠れてたのかな感動した勇気ある告白に感動した。キキコモゴモのドーム公演が終わりました。今日も満席でした。満足度まさかの 100% どんな客なんだよ。よし、バッチリソールドアウトできました、ね、いいよ、売れりゃ何でもいいんだよ。売れたら勝ちだからな。はい、来ました。今年も各社音楽賞が発表される季節になりました。さあ取れるか、東京芝山 ENI。 初めて参加します。さあ、年中サンタコス女、果たして取れるのか。サンタコ頼むぞ。さあ頑張れサンタコ。さすがに移籍初年度は厳しいか、いけるか。来た来た、はい、あっさり取ってしまいました。すごいぜサンタコ。今後の CD 売り上げやライブ動員数が大幅にアップしそうです。はい、来ました。お、虹のオーラ出てる。よし、じゃあレッスンすっか。散歩だな。だ、地味に作詞作曲200いきそうなんだけど、すごいな、もうステータスがすごい。はっ、事務所ランク上がった、四つ星、オッケー。よし、じゃあそろそろレコード会社移籍するか。イエベー君、あ、さらに増えてる。はあ、これコロンビアレコードだ。3億5000万かかるんだけど。まずエイベックスからだな。これ2億かかる。いけるかなこれ。さあ、お願いです。入れてください。売れますよ。売れてますよ。頼む。あ、辛口かも、結構。いけるいける。これはいける。これはいける。いける。いけ。いやー、マジかよ。2億払ったのに。うわー、これは厳しいなー。お、クマックスウォーズ、あ、次の事務所に行きましょうだって。来た、はい。レコード会社の数やレッスンの数が増えました。あ、レッスンも増えた。あ、めっちゃちゃんとしたとこなんだけど。あ、でも2億早速回収できた。これ多分、レコード会社の移籍ってステータスなんだよね。音程が133しかないから多分これ落ちてるんですよ。音程が低すぎた。天使の歌声だったらいけたかもな、もしかして。これ音程150になるから、天使の歌声にしてもう一回受けてみよう。ちょっと頑張るぞって言ってるし、これでダメだったらしばらく特訓ないし、さらなる新人探すしかないね。頼む、入れてくれイエベックン。これ一番最後のコロンビアって全部200とか必要なんじゃないの。じゃあ、よし、来た。あ、ギリギリでした。多分これ150だよ。だからじゃあ200だな、次これ。もう無理だよ。サンタコじゃもう無理だわ。で、目指す道をすぐ変える。すぐ戻しちゃうやつ。よし、新曲。満を持して新曲いきます。失恋の曲いってみるか。誰だこれ。ヒーローだ。あ、ヒーローショー。赤いリーダーが行方不明になってしまいました。有名歌手を招いたショーを行えば戻ってきてくれるかもしれないと考えて。そんなことはねえと思うけど、まあ歌えと言われたなら歌うよ。ヒーローショー、これ子供人気上がるぞこれ。お、新テーマゲーム、いいね。ゲーム曲歌えるようになった、いいんじゃない。まあ、サンタコちょうど真っ赤な格好してるから、そのままヒーローにしてくれるのかと思ったんだけどなさあレコーディングだ、大事なレコーディング頼むぜ。はい、100いきました。オーラ使ってないのに119も言ったんだけど、やばいな。失恋の曲、曲名は、はい、失恋の曲、タイトルは、本当にごめんなさい。まあ、前回の曲で三股がバレてしまったんで、まあ、それを受けての本当にごめんなさい。悪かったとは思っています。多分そんなこと思ってねえんだけど、発売決定。さあ、売れるかな。よし、発売に合わせて、ライブもやっていこうと思います。あ、ライブ会場増えてる。今までこの名古屋かドームまでだったんですが、3つ増えたね。大阪村ドーム、あ、大阪ドーム3万人。そして、北海道ドーム3万6千人。あ、東京ドーム4万人もある。すごいな。よし、じゃあ、1個ずつ行くか。まずは大阪村ドーム。
行ってみよう。お、アンコールもあるよ。いいね。じゃあ、実は三股してます。を受けてアンコールで本当にごめんなさい歌うか。悪ふざけ極まったな。さあ、9400万円で開催します。さあ、埋まるかな？ちなみにユニットメンバーは足引っ張ることが多いんで、もう一人で行きます。さあ、よし、早速1万人突破。いやー、この伸びだとちょっと3万厳しいかも。あ、本当にごめんなさい。謝ってる。謝ってるぞ。いいぞ。来い、頼む。ギリ、ギリだ。よし、よし。埋まりました。結構ギリだったけど埋まりました。3万人。また来てね。アンコール。お、アンコール来るか？アンコール来るか？はい、アンコール。来たー。本当にごめんなさい。感動した。謝罪で心動かされた客がいた。はい、3万人埋めました。あ、満足度100じゃん。やばいぞ。なんで赤字なんだよ。だから、バカだろ。このイベント企画したやつ呼んでこいよ。なんで赤字なんで3万人埋めて満足度100で。いかれてんだろ。はい、新曲は ?37、42、46。よし、これ1位だろ。46万枚。はい。はい、2曲連続1位です。なんか、ドカッとソファーに座ってる感じに見えるね。大御所感ちょっと出てきたな。本当にごめんなさい。142万枚も売れてる。142万人に謝罪聞かれてる。ちょっと辛いな。お、カラオケでめっちゃ歌われてるんだけど。カラオケ使用量新記録だよ。3326万円分、本当にごめんなさい、歌われてる。みんな、これ幸いとばかりに謝罪に使ったんだろうな、この曲をな。言いづらかったこと謝罪したんだろうな。よし、新曲いきます。今度こそ最後の曲になると思う。フォークソング歌手としては。ゲームの曲だからピコピコの奇跡ってなんだよ。ひでえな曲名。ゲームミュージック曲っぽいかタイトルつけようぜ。はい、できました。新曲のタイトルは、目指せパチモンマスターです。まあ、どこかで見たことがあるようなゲームから、知識を盗んで量産型のタイトルを作ってね、会社を大きくしていくゲームなんだろうね。だからこれ曲名長すぎて入んなかったんでちょっと削ります。あ、入りました。はい、目指せパチモンマスター。多分108本の著作権ギリギリのゲームが出てくるんだと思います。はい、というわけでフォークの神様マスターしました。ひどい曲でマスターしました。っていうかフォークソングなのか。はい、お、演歌の大御所の道を発見しました。来たね。演歌の大御所も実は結構半分ぐらい来てたりしないかな。変えてみよう。でもこっから演歌目指すの。鼻歌マスター。はい。鼻歌マスターはあっさりクリアできたようです。さあ、喉自慢レベルになりました。まだプロじゃないな。あ、さらに来たよ、さらに来たよ。これ意外と演歌マスターはもう近いぞ。銭湯の美声。なんか下がってない？ちょっと下がってないですか？大丈夫ですか？あ、ここまでか。カンストはなかなか難しいようだな。あ、目指せパチオマスター、あんま売れてねえ。2位、2位だ。トップ逃しちまった。マジかよ。悲しい。オーラ何に使おうかな。あ、レッスン更新時期来たぞ。最大10個まで契約できます。増えてる？前は楽器工場までだったんで。あ、増えてる、増えてる、増えてる。高っ。ハイパーピアノレッスン、これすごいな。いいな、音程上がる。ハイパーダンスレッスン、ドイツ旅行。うわー、これ欲しいな。ドイツ旅行絶対最高だろ、これ。ラスベガス見学よりもいいんだ、これ。だから、ドイツ旅行。じゃあ、ドイツ旅行を契約しよう。え、ダンスとピアノ？いや、これ最強じゃねえか。いきます。3億8000万かけます。で、この状態で、ドイツ旅行、さあ、行け！どうなる？きたー。めっちゃ上がりました。はい。めっちゃ上がりました。いいよ。いいよ。こういうことだ。だから6400万もかかるんだけど。でもっと売れる曲出さないとダメだわ。もうなんか今の勢いじゃちょっと足りない。ライブもやろう。ライブもやろうぜ。はい。次のライブは、東京ドームです。ここが最後かもね。一番でかい会場だ、多分これ。東京ドームで目指せパチモンマスター歌うのかよ。ちょっと嫌だな。はい。1億6000万円かけて、一番大きい箱でライブ行きます。さあ、埋められるのか、果たして。いいよ、いいよ。4万来るぞ、来るぞ、来るぞ。頼む、行ってくれ。あー、止まった。
埋められなかった。3万5000人までの女だった。マジかよ。お、まだファン入ってる、まだファン入ってる。いや、でももうアンコール中だからあんま入んねえ。だあ。あと少しが。あと少しが足りなかった。だあ、赤字でした。赤字でした。あ、でも3万5000人は達成したって。惜しくもソールドアウトとはなりませんでした。とても素敵なライブでした。これじゃあもう次からさ、ユニットでいいんじゃない？もう余ってるやついるだろ。なんか、いない方がいいまであるんだけど。お、音楽番組。っていうか今まで音楽番組出てなかったのかよって、口パクで歌うふりでいいとか言ってるし。おかしいだろうが。口パクで歌うっていう依頼なんだけど。普通に歌えるっちゅうね。1位2位取っとる女やぞ。ふざけやがって。あ、ファン減ったんだけど、口パクで歌ったら。おい！やるんじゃなかったよ、これ。間違ってた。俺が間違ってた。まあ、そりゃファン減るよな、口パクじゃ。よし、オーラ出ました。はい。行こうと思います。っていうか、ドイツ旅行しかしないんだったら、これ他の二ついらなかったよな、これ。どうせ連打できないから、ドイツ旅行だけでよかったかもな。来年からドイツ旅行だけにしよう。じゃあ行きます、ドイツ旅行。くらえ！オーラ発動！よし！よ。音程がだいぶマシになってきたな。音程もっと上がれば、全部200いけるぞ、これ。6400は高すぎなんだよ。おかしいだろ。絶対騙されてるよ、旅行代理店に。あ、各社音楽賞。はい、来ました。さあ、イエベックン、エーベックスです。中抜き事務所からは、サンタコがエントリーされました。さあ、取れるか、イエベックン。今年はなんかでもちょっと厳しそうな気するな。今年のエーベックス音楽賞は、取れ、取っちまえ、この勢いで、頼む。よし、来た、オッケー。赤のサンタコ来ました。1億もらった。神か。神かよ。やったぜ。これでモチベも、あ、虹来た、虹来たぞ。じゃ、これで、ドイツに行けば？で、1億の賞金がほとんどなくなっちゃうんだけど。さあ、ドイツだ、行け。どうなった？どうなった？はい。音程と作曲があとちょっとずつ上がれば、全部200になります、これ。もう一回行ってみるか。オーラなしだと？あ、オーラなしだともう上がんねえ。6400万円丸損。ひどい。あ、でもこれレコード会社移籍いけるかもしれない。イエベックン受賞しました。さあ、ついに来るぞ。コロンビアレコード。3億5000万円。老舗で業界最大手。所属は至難の業。いきます。さあ、いけるか ?200 ないとダメなのか？さあ、来い。3億払ってんだぞ。頼む。もうちょい。もうちょい。よし、来た。ギリ。引けました。ついに、最大手に、王様みたいの出てきた。はい、ミリオンセールスを目指していこう。お、事務所のランクも5つ星になったぞ。一気に4つ星、5つ星、立て続けに上がりました。今までいろんな苦労がありましたが、頑張ってきた甲斐がありました。今回のランクアップでついに最大級の事務所になりました。はい、というわけで今回ここまでになります。ついに最大の事務所に所属することができました、サンタコ。は？なんか来たぞ。今年もついに最高峰の名誉、日本ミリオン大賞の発表日が来ました。日本ミリオン大賞では、この1年の全ての音楽活動で、最も活躍した歌手にとても素晴らしいトロフィーが授与される。サンタコ取れるか、これ。いけんのか、この勢いで。そっか、コロンビアに所属したらこれ来るんだ。さあ、日本ミリオン大賞の発表です。さあ、頼むぞ、サンタコ。取っちまえ、ここで。いけ、頼む、頑張れ。いや、もう、今から頑張っても遅いけど。さあ、来い！あー、ダメか。松山千恵子さんに負けました。くっそー。はい、というわけで今回ここまでです。ついにね、最大手事務所に所属することができました。ただ、年間最優秀賞は取ることはできませんでした。次回はね、この最優秀賞、優秀の美を飾って取りたいと思います。というわけで、今回ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひね、Twitter、そして、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。